里支援聖徳2年4月16日は、平安時代後期の天台宗の僧。摂政関白大城大臣、藤原頼道の子、宇治僧城とも称される。温城寺、名尊の下で出家し、県教、密教を学んだ。天行二年県小僧図、天行三年法院、公平六年温城寺長理、公平七年平等院、第二大主院。 公平八年代総上位に任じられた。上略元年に、天台座数就任の直行を受けたが、延暦寺門との反対により3日で辞任に追い込まれ、代わりに、保守庄寺初代別当となった。その後は、宮中で手法を行い霊言が著しかったという。宮中や貴族たちの信任が厚く、下法3年に1月には、騎士社戦事を賜っている。悟る延防東京都町田式署町にある、 佐藤支援ゆかりの寺院、吉祥、山住義次閣縁坊と称す、基礎観音とも呼ばれる。元恩城寺六百二十一坊中の一寺で、公平六年六月に佐藤支援が同時中の近藤裏に回帰した。英治元年、延暦寺山とによって恩城寺が炎上した際、法全院大臣部佐逃れてその本尊の関い、完蔵を、 鈴鹿山北六の半道に移したが、昭平六年、官能二年に、偽善が、源の義仲の墓地にある義仲庵に移して安置し、後、間もなく、武蔵国玉軍基礎が義仲の園地であるとして、基礎の伝統あじゃり石川市の昭五院の三大の檻に、同地に移され、玉軍の霞頭となり、三井主元の強制大いににぎわい、武装観能令場の、 第33番札所となった、本山八ッ二十七ン27選抜の一時である。ありがとうございます。